札幌着きましたけど、何するか全くわからない、緊張してます。とりあえず楽しみたい、頑張ります。行きます。ダンサーの豆です。ノアちゃん、はい、若いね。どうですか、沖縄から来たら。大変ですね。サミーもねアパレルショップがあって、アパレル展開してて、でイベント会場としても使えるような感じになってますね。誰生徒？ドリス先生。あー、うん、うん、ダンス、あ、ニフティ。なるほどナースティーの流れでニフティーな、そういうことですかね。はい、身長一緒ぐらい。座る対談みたいな。ノックっていう企画で、はい、でノックするっていう。あ、ノックしたね。ノックじゃない、初めてここでノックする人いた。なるほどね。それで、まあ、ようやく分かってきた。なんか沖縄にノックして、沖縄の風を自分に取り入れて、みたいな感じだ。じゃあそれの北海道版をこれからやる？そう。あ、やるんだね。そう、だから沖縄だったらコットンが、で、その、音楽から、インスピレーションもあって、北海道もやっぱり自然がすごくスケールの大きな自然があるっていうのが魅力の一個かな。何がいいかな。もうシンプルに打楽器の中でもこうジャンベみたいな感じとかどうですか。そうだな、縄文太鼓っていうのが北海道、まあ、独自ではないと思うんだけど、まあ、北海道ですごく有識者がいてやってて、その人を紹介して、でそこからダンスにつなげてもらうのが一番面白いんじゃないかなと思うんだけど、どうですか？やりたいです。その、まあ、縄文遺跡っていうのが何でしたっけね、世界遺産とかになったのかな。で、それが北海道とか青森地区にしかないものなんだけど、まあそれを太鼓にして演奏してる人がいるんだよね。うん、で、昔からの友達なんだけど、なんかね、めちゃめちゃ物知りの人なんだ。だから喋っても面白いんだけど、なんか、うん、そうだね、叩かせて、どんどん叩かせて広げていって、じゃないと喋り止まんないから、そこだけ注意して。北海道のね、ストリートダンサーも結構こう、昔から結構音楽が第一で、音楽が好きな人がダンスをやるっていう傾向があるんだよね。うん、ダンスはダンスって切り分けるって感じじゃなくて、割と繋がってる部分が多いから、そういう面も感じてほしいな。思います。沖縄からまっすぐ来たら大丈夫？レッスン着とかあります。なんか着る？Tシャツはこの辺にあって、これにしてみる。ちょっと今更衣室にトカゲがいる。うせえ。俺の量ちょっと滑ったね。ありがとうございます。じゃじゃーん。じゃじゃーん。どうですか？いいんじゃない？いいじゃん。いいですね。似合います。Yeah.
ます。北海道に来た際にはノラッシュパークへいらしてください。おはようございます。おはようございます。ノーラッシュの上着です。で今日は縄文太鼓、ジャンベみたいな感じなのか普通のこういう太鼓みたいなのかも全然わからないんで楽しみです。楽しみます。ノアです。あ、ノアさん。はい、私は太鼓を作ったり演奏したりしてます。モロです。よろしくお願いします。お願いします。縄文文化って聞いたことありますか？なんとなく聞いたことだけであります。はい、私はその縄文文化を広める活動を、してます。北海道って縄文時代が長く続いた土地でもあるのでこの縄文の土器で太鼓を作って、演奏しようということで表現活動をしています。縄文時代にもこういう有効つば付き土器っていう穴が開いてた土器が見つかって太鼓だったんじゃないかっていう学術もあるんですけど基本的にはその革とかロープ昔はこのツル植物の繊維で作ってたんですけどそういうものっていうのは土に入っちゃうので土器からしかこう、推測するしかないと。なので太鼓があったっていうのは学術的なロマン的な学術なんですけど、まあ、でも表現として縄文文化を発信するのに今こうやって作って演奏してます。はい、オリジナルです。体験してみますか？したいです。よし、じゃあ今日この土器の部分を作ってもらいます。この土をこねて今回マメ君私の友人からのご紹介で私は先ほど言った縄文太鼓というのを自分で作って演奏してでマメ君含めて北海道道内外のダンサーたちと作品を作ったりしてるんです。はい、で北海道ゆかりのある例えばアイヌの文化、縄文文化を融合させたような舞台を作っています。今日はこの土でこれぐらいの大きさの土器をノアさんに作ってもらおうと思っていてでこの土これは私のふるさとはここから車で1時間ぐらいの江別っていうところでそこはレンガが有名なんです。でこの畑江別の畑から取った原土です。触ってみますか。はい、これで6キロあります。あ、なんか思ってるよりそう、縄文人たちはこういう土とかだとサラサラだけど粘土ってこうやって粘性って言ってこうもちもちしてて、土器を作りやすい粘土こういう土を縄文人たちは探して水、土、こういったものがあるところに縦穴式住居を建てて定住生活をしました。で縄文遺跡って周り今みたく建物がないじゃないですか。自然環境の中にあるじゃないですか。その状況下の中でこうやって土を練ったり今からやる作業を縄文人たちがやっていたんですよね。なのでこういう土器を作ってもらうと今とは違う自然環境の中で縄文人たちどうやって工夫して作ったんだろうかっていうところに思いを馳せることができる。はい、こういうふうに練るとまた触ってみていただくと最初に練っていきます。片方のねどっちかの足を前に出して正直利き足が右なんですけど反対の足を前に出してこう腰を入れて踏ん張って前に押して引いて引いて今作ってる土器がこういうふうに楽器になるのでこれに今あるものを混ぜます。世界遺産になった縄文遺跡群の秋田と青森と岩手北海道の遺跡の縄文時代の土を採取して回りました。
で、縄文時代のこの金雲母を土偶とか土器に混ぜてたんですね。縄文時代もこの金雲母を土偶や土器に作ったんですけど、すごく貴重なものだったと思います。で、ひとつまみして、はい、で、高い位置からパラパラパラー、ダマにならないように映えるでしょう。で、これをさっきと同じように均一に広がり混ぜてます。で、やっぱり縄文時代って争いが少なかった、大量虐殺した、例えば骨とか武器が見つかってない、平和に過ごしたって言われていて、今のこの世の中に縄文時代のメッセージを発信することはとても重要だなっていうふうに思ってこの活動をしてます。じゃあ今度は棒状にして手びねりっていう技法で土器を組んでいきます。土器をこういうふうに逆水泳のように立ち上げるのもいいんですけど、こっちの方が安定するので、今日はこっち側こういうふうに積み上げていきます。で、1段、2段、3段ぐらいに分けて積み上げていこうかなというふうに思います。では、こういうふうににぎ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 って言って、こういう状態からこういうふうに転がしていく、転がしていくとこういうような棒状になります。そしたら手のひらで体重かけて伏せてあげる。ちょっと一回立ててあげて、両サイドをこういうふうにトントンってやってあげて、反対の面にしてあげる。うん、上手。で、厚さが1センチぐらいになるようにこの作業を繰り返す。で、長さがこれ1周分。そしたらこの土器を乗せる。で、例えばこっち、この1個中側、1個外側、こうやって傷つけてあげたって接着する。で、この合わせたところを指で綺麗に整えてあげる。で、縄文時代もこういう石を使って中と外に石を当ててトン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 って空気抜き、土の中の空気を抜いてあげるのが目的で、こういう木べらがあるんですけど、こういうふうにひび割れしてる部分があるでしょ。こういうひび割れしてる部分を外をやるときは中に手を添えて、こういうふうに優しく木べらになすってあげる。で、この上に後から文様が乗るのできれいに整えてあげる。で、接続した部分もこれでやってあげるときれいになります。土をいじるってなんか癒されるんですよね。で、この土器の部分が完成したら1ヶ月ちょっとぐらいゆっくり乾燥させて、で、焼いて、で、この皮、これはエゾジカの皮なんですけど、この皮を貼って完成。だから完成するのお盆、8月過ぎ、9月、秋頃かな。時間かかるんですよ。あとでもしよかったら叩くの体験してみます。あ、やりたい。いいね、すごい上手ですよ。ありがとう。はい、じゃあもうこれで3分の1完成。また棒状にして手がキラキラしちゃってね。普段どんな音楽聴くんですか？踊ったりするときは、うん、なんか自然の音とかをかけて踊ったりする。雨の音とか。OK？ はい、こういう風に中側にこうやってはめていく。こういう風にちょっと1センチぐらいかぶれるように、いい感じね、つけてあげる。バッチリバッチリ。で、ある程度くっついたら、さっきみたいに石を中に届くので、ダンスを踊るときって対象物、何のためにこう誰のために踊ることが多いですか？その時のテーマだったりで変わります。私アフリカにいたときはアフリカ、やっぱり音楽プレゼントだって習ったんです。だから聴いてる人に向けてというものと、
アイヌっていうあの民族、アイヌの酋長さん、アトゥイさんっていう偉大な音楽家なんですけど、あの遊びに行くと目の前に湖がアトゥイさんのところあって、女神、神様に向けて演奏してきなっていうふうに言ってくれて、自然界に対してこう演奏する。必ずいいことあるからっていうふうに言ってくれて、そういうふうにこう自然に向かって演奏するとか、表現って受け取ってもらって喜んでもらえると嬉しいですよね。今回だからきっといろんな土地でみんな対象は何に向けて表現をしてるとか、そんな視点も面白いかもしれないですね。ゴジラっていう映画の作曲をした福部明さんっていう方が北海道に住んでいて、北海道のリズムって五拍子だっていうふうに話をしてて、この五拍子でどんなリズム展開ができるかっていうのを今自分の中で楽しくてずっと表現してるんですよね。ぜひノマさんにも五拍子で踊ってほしいなと。五拍子やってみる。表表裏裏休み、表表裏裏休みみたいな感じの。完成。あとで私の友人のダンサーのスタジオ一緒に行きませんか。何のジャンルですか。彼はコンテンポラリーですね。セッションしたり、太鼓叩いたり踊ったりして、ね、遊びましょう。自分は和太鼓をずっとやってて、和太鼓のリズムとか、あとアフリカで学んできたアフリカのリズムとか、ぜひぜひあの聴き比べていただいて。踊ってもらえれば。ですね、3種類方法あって、時期外は浜での焼き、余市っていうところの浜での焼きしたり、ふるさとの江別で、ね、レンガでこう枠作っての焼きしたり、あと上り釜って言って芸術の森っていうところがあって、そこで上り釜、それいつも10月くらいかな、上り釜、あと電気釜、いろんな方法があります。の状態からもうちょっと綺麗に当てると十分にいい音が出る太鼓になるんです。ここは閉じないんですね。閉じると低音が出ないんですよ。で、閉じてる時が多いんですけど、楽器として使いたいからわざと開けてますね。そこが開いてる時は出てないんです。あんまり出てないですね。全部塞がってて、有効つまつこの穴が開いてて、で、ロープ張ってたんじゃないかっていうのがありますね。みんなで100人で縄文太鼓演奏をやったことありますね。地下面かぶってこれでみんなで輪になって100人でやってる。面白い。何で作ったんですか。これ段ボールでできた。あ、段ボール。なんで地下なんですか。エゾジカの皮使ってるので。ああ、そうで、縄文時代にもね、地下は食べられてたし。次の作業ってこの上乗せるじゃないですか。そしたらもう中が触ることができないから、もうこの段階で中は完璧にきれいにしておく。で、あんまり太くならないように内側からくるっと一周するぐらい。お、上手。で、最初に中の方、ダンスも見てんと済まなきゃだもんね。これ秘密兵器。お、綺麗にしてあげてください。OK かな。よし。はい。次のコピー作り。完成。
これシンプルなの。じゃあ好きな縄、まあ、例えばこういう縄、はい、これをまた転がしてみてください。こうやって周りをつけるんですね。で、例えば今の縄より細い縄、はい、細い縄でこれを折って縄の太さが違うでしょ。で、縄って今のように縄をまっすぐにするとだって斜めに縄がつく。で、斜めにするとこうやって縦にまっすぐつく。だからどう転がしたらどうつくのかみたいなものを計算しながら、この面に対して斜めに置いたら横とか縦とかにまっすぐつくし、これでテストしてこっちに縄文をかけていく。あとはこういう木のやつで、あまりやりすぎたらズボッとなっちゃうね。こういう風につけたり、こういう風につけたり、こういうものも使ったりします、うん、あとこれ紙で、本当は縄文時代木の繊維を細くして作るんですけど、今これ和紙で作っていて、こっちとかこれ綺麗な和紙とかがあるので、もしよかったらこっちも使って大丈夫です。で、好きなやつ持って帰ってもいいです。弥生式土器って、弥生時代って稲作をするようになってから言うんですけど、そうするとこうやってツルツルになってくるんですよ、土器が。思うように時間をかけられるかどうかっていうのは、やっぱり生活に余裕があるとか心に余裕があるとかっていう証しにもなるのかなと思ってます、うん。動きのいいところはもう何度でもって感じですね。納得いくまで。縄文太鼓に楽譜とかってあるんですか？縄文太鼓の演奏はジャンベの演奏をベースにしてるんですけど、ジャンベも楽譜があるんです、うん、でも普段は演奏を口伝で覚えたり伝えたりっていうことが多いですね。打楽器の音符って五線譜ではなくて点だけで、できました。ノックって入ってます。出来はどうですか？まあまあ難しい。どの辺が難しかったですか？縄の本当はこうやってやりたかったんですけど、ちょっと難しかったんで一本線にしました。こういう運もしなくていいですか？これ完成？あ、したいです。あ、したい？ OK。できました。いいね。こう耳を当ててトントントン、ドキドキドキ。これを完成させて焼きたいと思います。お願いします。はい、よし。今の袋から外してゆっくり乾燥させますね。ありがとうございました。お疲れ様でした。嬉しかったです。あ、よかったです。よかったです。じゃあこの後は太鼓を叩いて踊りましょうか。はい、はい、お願いします。はい。楽しかったです。なんかずっと昔からあるものが今もこうやってやってるのが面白いなと思って、うん、沖縄舞踊とかも
うん、ずっと前からあるものがちょっと違うかもしれないけど形のまま残されてるのが興味深いです。なんか名前聞いたことは、あ、へえ、聞いたことある、ダンさんのこと、はい、夢やと思う。へえ、お坊さんと一緒にお仕事したりしてるコンテンポラリーのダンサーさんと一緒に踊って、がっつりコンテンポラリーっていうのは習ったことはない。そうですね。で今日はせっかくなんで一緒にちょっと何かできたらなって、野さんから聞いてるかもしれないですけど、来月ご一緒する舞台があって、それに自然の神様がいろいろ出てくるんですけど、ちょうど今日、エゾオオカミをテーマにそのシーンを作ろうってなってたんで、今日はちょっとオオカミになりましょうか。ちょっと最初座学から始めていくんで、皆さん座ってください。作品とかね、アートを通して今日はじゃあ北海道のなんか歴史的なところも、触れられたらなと思って、サクッとエゾオオカミについてみんな知りましょうか。東京町120×120.9cm 長は27×40cm 体毛は黄色っぽく、尾の先端は黒色、両前足には黒斑がある、口先は細長い。はい、ありがとうございます。結構でかいですね。130センチとか言ったら、普通に小学生の子供とかね、それぐらいのでかさですね。じゃあ、ノアさんお願いします。廃止された1888年までの間に1539頭、干潮に駆除されたものを含めると推定2000から3000頭が駆除された。まあ、要はそこら中にいたエゾオオカミが、まあ、人間のね、エゴにより大量に、まあ、殺されて、それによって何が起きたかというと、異常にエゾシカが増えるっていう現象が起こって、でエゾシカが増えることによって、まあ、山の草とか木を異常に食べると、今度山が死んでしまって、土砂災害とかで今度人間が死んでいくみたいな負のサイクルが起こってしまったっていうところ。で、まあ、どうして今回エゾオオカミを題材にしようとしたとか、こういうことをしているかというと、やっぱりその知っているか知らないかっていうのはすごく重要なことで、北海道で僕ら生活してるんだけど、何が起こっているかっていうのをやっぱり知ることによって自分の人生に反映することが絶対できると思ってて、ここで今言ったことをまとめているんですけど、まあ、北海道では増えすぎたエゾシカを年間10万頭以上殺処分してて、その多を、まあ、産業廃棄物として処理している。自然のサイクルにやっぱ無駄なものは何一つなくて、その歯車には絶対オオカミって存在が必要だったんだけど、それを人間がなくしてしまったからね、循環の流れに身を任して、自然との共存を、まあ、今一度思い出すためにも、現代社会で生きる僕たちはそれこそ縄文だったり、アイヌの人たちの、まあ、自然とともに生き続けた文化を知って、まあ、そこに思いを馳せて、じゃあ自分はどうするかっていうことを、なんかね、何かこういうきっかけでないとね、考えることもないと思うから、今日ちょっとまあ難しいし、ちょっと重たいテーマなんだけど、ここからは僕の本当視点なんだけど、
まあ、朝日とともに目覚めて、もう何も添加物も流れてないね、自然のものだけ食べて、で家族とか仲間と強い絆で結びついて、動物や自然とともに生きて、外で思いっきり遊び、踊りたい時に踊って、歌いたい時に歌って、で暗くなれば火を焚いて語って、で眠ったらもうぐっすり眠っていたであろう縄文人たちは、やっぱり現代病って言われる心の病なんてことは絶対なかったんじゃないかなと思ってて、だからこそ1万年も続いた平和な文化を、まあ、築き上げることができたのではないかなと。ここでは縄文につながってくるって話なんですけど、だから先ほどね、トノさんが学んできた縄文の文化と今回ダンスで狼についてあの表現を通して知るっていうのが何かつながればありがたいなと思って、でもその後は5年前からずっと北海道でそういうものをテーマに作っているので、まあ、このタイミングであの、ね、ここに来てもらってすごく嬉しく思ってます。まあ、あの図学はこの辺までにして、ちょっとじゃあ動いてみようかなと思います。これ僕がよくやるインプロの入り口として遊びを取り入れてるんだけど、このまあティッシュを絶対落とさないっていう、はい、で、あの手のひら、あ、まあ掴んじゃダメなんだけど、空気抵抗を感じるっていう、だからこれがこう、こうなると空気抵抗ないかもしれない、空気抵抗をずっと感じながらこうティッシュ動かするというか、そうすると自然と手とか肘とか体使わざるを得なくなってくるから、それを使って、まあ、アップだと思ってるんです。アップだで少しだけ自分で物語を作ってみて、だからこれは絶対嘘になっちゃうけど、なんだろう、今落ちたんじゃないかっていうちょっとだけエッセンス加えても大丈夫なんで、今度は音楽を聴きながら、はい、じゃあお願いします。細胞が入るとすごい細胞が踊ってるね。あ、続けていくと引き出しがどんどん、きっとあのみんなも、あ、こんな動き自分できるんだっていう瞬間があったと思うんですよ。それがあのとっても重要なポイントで、あのそれって多分なんか感覚でしか分かんないことだと思うから、今イコロで出てきた自分の本当に嘘じゃない体の出てきた引き出しをあの大事にしといてほしいと思います。試しに少し振りを、やってみましょうか。あまり形にこだわらない程度を最初に伝えていきます。そのエッセンスはやっぱり映像感、野生の感覚とか勢いだったり、まあ、ちょっと荒々しさみたいなものが表現されてたら引っ込んがいてるし、とにかくちょっとしたスピード感みたいなのが必要で、ちょっと気をつけながら、せーの、で、着いたらこの右足を一瞬ふわっと抜いたらズドン、はい、手を出す、一瞬アチュードみたいな感じで入った右足をバットマンしてつく、左手をついてこっち側に、はい、でこういってついてで起きてきて、はい、でここでなんかギャッと一回獲物を見る感じ、獲物を見るんだけど、そのまま左足を回す、でこう今体がこっち側に入ってるからそれを手で押してあげて跳ね返す、でそのままの流れで右足を回す、で起きてくる、はい、こう最後ドンでした、こういう形で多分終わるから、そこでここ特に決まりないんだけど、じわじわとなかなか手強い都市から向かっていく、これちょっと狼っぽく言ってください、ここだけ唯一何歩でもいい、ブーンっていって、で良きところで両手ついて一瞬ここに重心乗せてお尻を上げて、そう、まあ、簡単にやると、すごく簡単にやるとこのこれだ、でそれをこのじわ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 他の仲間に切り取られてる間にこっそり瞬間移動するような感じ、うん、おー、ナイスナイス、できる人はお知り合いで、はい、で、向こうに切り取られてるエゴシカちゃん、ファッ一発お見舞いしてください、はい、
そしたらギヤー、多分致命傷を負った鹿が攻撃をしてくるのが、そこからビクっていう感じで、はい、流れはだいぶ入ってきたと思うから、そうそうそう、そのシチュエーション、まあ、一個一個に理由を作っていってほしくて、ここまでがやっぱ一個あって、で、おー、これもなんか一個攻撃、噛みつくとか光るとかね、で、見るっていうのがあって、まだいけないな、まだいけないな、見てるうちにこう仲間たちがこう、そしてもう今だ、で、もう一発行くんだけど、パッ、で、ここら辺でもう頬をかすめるぐらい時間詰まる、で、ちょっと抜けるぐらい、わっ、で、再生立て直す、ちょっとこうやって避ける、命の危険を感じる、で、またじわじわ行くんだけど、また注意がそばにたら、うわっ、で、ここからちょっともうスッと落ち着いてる感じ、それこそこの辺は神様みたいな、こういけるかもみたいな、もう勝利を確信している、まあ、これはなんか命に対する敬意というか、しかに対する感謝みたいな、なんか触るみたいな。はい、じゃあお願いします。
天敵と獲物がめちゃくちゃいると。だからちょっとカサっていうなんか音でも、もう敏感に超クイックに見る。これも体の形とか方向は関係ないんだけど、4回それに反応してほしいね。だからこう大自然の中に降り立ったところから、どこでもいいんだけど自分のちょっとした感覚が、なんか体勢低くなってもいいし、こう見てもいいし、視線がベクトル、ベクトルで何が来てるのかっていうのを、一瞬で形を変えて見るっていうのをちょっとやってみようか。僕が手をパンって叩いたら、それが木の枝がパキンとか、カサとか、動物の鳴き声だったりとか、とにかく自分の命に関わるようなことが起こったと思って、そこにベクトルを持ってって見てください、瞬時に。いきます。いいですね。それぐらい、そのぐらいの緊張感。はい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 。4発。行ったでしょ。行ったら、まあ、狼が鼻がめちゃくちゃいいね、犬と一緒で。だから、嗅覚でそれを察知する。でも、人間とつくところもね、鼻と顔の形も違うから、ここ、脳天、上にアンテナがあるとして、そこを使って、探る空間の中に、今、獲物とか、天敵がいる。どういうものアンテナのようにこう頭にで、どうやらエゾシカがいるらしいぞっていう、なんとなくここは方向は決めたくて、左側、上手側に最終的にアンテナがあるで、見つけたチャッチャッっていう感じで始まっていきたいですね。だ最初は祈りから憑依して、反射で動く、反射で動く、動く、動く、そこから嗅覚を使って探る。ちょっとこっち側に移動してって、で、さっきの感じ。ここまでで確認したいところある人いますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ全員で祈りの部分をやってみよう。まあ繰り返しの動きなので、そう一個ずつ増やしていく。はい、じゃあ少し音楽を変えていただいてもいいですか？
ちょっとやってみようか。全員でやったらね、あのかすれても大丈夫だし全然大丈夫。今せーの、いいじゃんいいじゃん、いけるね。ちょっと様子見にノアさんとか行こうか。で少し距離を目を見て頬張りをするので、そこに乗っかってきて出し切る前に次の人に渡して大丈夫かな。行きます。いいよ。でもまあそういうことだよ。よし、じゃあ全員で確認したら最後一人ずつ祈りから狩り、そして遠吠えまでを音楽に合わせてやってみたいと思います。レッスンとかでもやったりするんですけど、何かになりきるとか特に決まってない音の中で自分の中の何かを表現するのが新しくて、それこそ声出したりするのとかは初めてだったので、新感覚めっちゃ楽しかったです。みんなもね、楽しいなって思えた時間があったとしたら、それを大事に今後の自分の表現につなげていってもらえたらなと。はい、じゃあ僕の、クリエーションここにします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。サンドさんも太鼓持ってんじゃん。3人でセッションしましょう。新人で真ん中私が高いので真ん中で、撮ってもらいました、はい、ありがとうございました。今日どうでしたか？楽しかったです。最初のティッシュを持ってインプロするっていうのが初めてだったので、めっちゃ難しかった。おろそんなさ、遺跡行こうか。うん、遺跡で太鼓持っていくから、もしよかったら撮影しますかって言ったら、いいんですか、やりたいです。ちょっとだけ紹介していいですか？ノアです。ノアさんですか？はい、よろしくお願いします。ダンスで世界一を取ったことがある。すごーい。ゆっくりしていってください。ありがとうございます。吠えたら思ったより緊張しなかったです。なんか踊った
踊る前はなんか、あーとか初めてやし、結構大きかったです。よう、ずっと思うから。もーちゃんのために金粉ついてますよ。はい、いいですか、大丈夫、重たいですよ。すごいでしょ。ありがとうございます。飛びっこが1位で、鉄火巻きが2位で、3位がおけそう揚げ、2位がタコ、5位が粒貝、5位が味のたたきです。どれも美味しいです。どれも優勝です。ちなみにウーロン茶は決まない。ウーロン茶1位です。緊張しました。前はめっちゃ優しい方で、いろいろ縄文のこととか、モロさんが生み出したオリジナルの縄文大根、面白かった。違ったものというか、昔の人はこれドクロとかもあったのかわからないですけど、どっからあの発想が思いついたやろって、土と水混ぜて、それで枠を作って乾燥させて、おがらつけるのに紐を作って、それで跡をつけるとか、面白いなと思いました。めっちゃ重かったよ。この太ももの間に挟んでこうやって叩いたんですけど、モロさんのやつは真ん中叩いてて響いてたんですけど、モロが叩いてて、なんかカスカスみたいになってて、自分のがもしできたらやりたいです。やばかったです。この演奏なんかもう熱がこもってました。一個一個の叩くのになんか強弱があったんで、しかも自分が踊ってる動きの瞬間に一緒に合わせて音が止まったり、見た時にシュッて鳴らしてくれたり、もう最高でした、踊ってる自分は。きのりさんも会う前はどんな方なんやろって緊張してたんですけど、お会いしたらめっちゃ優しい方で、レッスン入った時にその縄文太鼓と一緒にセッションしてて、動きが野生っぽくて人間じゃない動きをしてたなと思いました。なんか自分も他の人が見てもらった時に人間じゃないやんみたいな風に言われたんですけど、また別の意味で人間じゃないなと思って、野生、今日のテーマは狼やったんで、狼感がやばい。作品を作る上でテーマとかを話し合うことはあるんですけど、あんなにその一つのことに対して紙にまとめてみんなで読んで理解して、そこから振り落としに入るっていうのが初めてだったんで、より入り込めたし、すごいいい経験でした。でも自分も踊るときにそういうのを結構考えて踊るんで、そこをでもより深く考えてやってたんで、自分もそういう風にした方が、まあ自分も踊る身もそうやし、一緒に踊る人も入り込めるし、感じ合って踊りやすくなるのかなと。すごい面白いなと思って、なんかあんまり動物に自分がなりきって踊るっていうのがあんまりない。自分が狼になりきってこんな前に出る動きとか吠えたりとかがなかったんで面白かったです。なんかより新しい自分の動きを見つけるっていろんな発見がある。自分はみんながいる中の一頭で思って踊ってました。今日のそのレッスン自体が一人やったら自分が一頭やと思って踊ってたと思います。最後一匹の狼。明日は多分私一人で踊るんで、音を聞いて、あの楽器を聞いて思うのままに踊りたいと思います。ごちそうさまでした、はい、めっちゃ美味しかったです。はい、ありがとうございます。あ、10位変わりました。1位はとびっこ、2位は
味噌揚げ。3位はマグロ。2位はタコ。4位はつぶ貝。つぶ貝。はあ、はい。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってます。ありがとうございます。ましたかまとりさん、美味しかったです。ありがとうございます。今回お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はスタジオに、はい、あ、木の実だ。あ、はい。今日はなんか狼になって。狼になった。あ、映像狼になった。あら、いいね。明日は撮影していただきます、うん、え、これ撮影だよね。今日やった振りを、うんうん、やる。頑張ってください。え、ってことは外だよね。外で雪が多いっすね。まだ朝、あー、5度ってとこだね。札幌の人からしたら全然マシ。たまに雪が降るかもしれないですね。でも明日の天気良さそうです。あれは、はい、映像時間ですね。狼は、狼はいないけど、狼ってのは大きな神って書くこともある。アイヌの人たちはだから神様、カムイとして出た。ありがとうございます。こちらこそ、明日頑張ってください。頑張ります。応援してます。本当に怪我だけしないように。はい、おやすみ。お疲れ様です。明日もお願いします。バイバーイ。気をつけて。おはようございます。踊るところがどんな感じかわかんないんで、ちょっと緊張してます。少し不安です。楽しみは楽しみで、頑張ります。ふわふわで足が重そうです。こうでした。行きます。
れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。私のためにこんなにたくさんの方が来てくださって本当に感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、うん、声すごい良かったです。やっぱりやっぱ雪のね抵抗もあったと思うんですけど、うん、そこで心折れずにむしろそれをエネルギーにして絶対やりきるぞって意思が見えたのがもうやっぱこの環境ならではだなと思って、うん、素晴らしかったと思います。これからも頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあノア記念撮影したいな。はい。そこに座っちゃう困るな。縄文太鼓叩いたね。めっちゃ楽しかった。キノコとコブ太郎好きなんですよ。ジャガポックル。今から四国。四国はどこ？嘘や。びっくりした。チケット持ってるのに。縄文好きなよ。なんかああもう終わっちゃったって感じです。結構短かったです。短く感じました。初めてだらけの人、縄文太鼓の土台を作ったのも初めて、その音楽で踊るのも初めてで、鈴木さんのレッスンとかまたいつもと違ったようなテイストやったんで、どれも初めてでどれも楽しかったです。ほんまにみんな言い方で自分がやってることに対しての熱がすごくて、すごいパワーをいっぱいいただき、文化に触れたりしたのがすごい新鮮だったんで、他の国とか日本の中でももっといろいろな知らないことがたくさんあると思うんで、いろいろ触れて生で経験したい。久しぶりです。はい、やっと完成しました。ノアちゃんが作ったこの土器にロープとエゾジカの皮を張って太鼓になりました。あれから工程としてはどんな工程を踏んだんですか？あれからこういう風にこう作って土器をもらったんですけど、こういう釜で焼きました。釜で焼いた後にこのリングを作って、素材は銅でできてます。そしてこの、ロープを張ってエゾジカの皮をこういう風にボディにくっつけました。乾燥にどれぐらいかかったんでしたっけ？乾燥は今回3ヶ月ぐらいしましたね。とってもよく焼けましたね。こういうところの表情がいいですね。これを受け取るノアに一言いいですか？はい、とっても上手にできました。一緒に叩きましょう。待ってます。